落ち葉食べる生き物たちのうんちがたくさん入っています。本当に虫がいる。汚い？森の楽しさを教えてくれる、そんなカーボンニュートラルさんがいた。地球の未来を救う人はあなたの隣にいるかもしれない。隣のカーボンニュートラルさん。森の案内をする小出さんのお話はとにかく面白いんだ。クッション、クッションみたい。柔らかいのじゃ。硬い。キノコたちは今何かを食べています。何を食べてる？そうだよね、さっきからいっぱい見てるもんな。木を柔らかくしてくれたのはこのキノコたちでした。キノコは木や生物を分解し土に栄養を与えている。森の中で重要な働きをしているんだね。でも小出さんには心配なことが。もともとあの自然の中の CO2 を吸収したりまた出したりというサイクルは自然の中だけで完結していたものです。で、確かに森林は人間が出した二酸化炭素も吸ってくれますが、まあ、その量は人間が出す二酸化炭素の量にはなかなか追いつかない。森を守っていくため未来を担う子どもたちにたくさんの自然に触れてもらう。カブトムシの幼虫とかクワガタの幼虫とかいろんな生き物がこれを食べに来て、またうんちをたくさんします。そしてうんちが土になる。たくさんの生き物がいて生態系が成り立っています。まずはもう木に触れて、自分の五感で体験して、そこからがスタートかなと思います。